やりたいけど難しいやんどう考えても3人でやるのは難しいなって思って、けどもし小山さんやるとしたらI'm not afraid to die.
俺最近アップルウォッチに変えたんだけど、広く転倒されたようです。 SOS を出しますかって。飛んでいません。ずっとブルブルしてる。気になっちゃう。やだね、怖いね、こういうのは。またちょっとこれ外しとこう。このままだと奥さんに連絡がいっちゃうから。今回のツアー2日間出演させていただいて、はい、最初がゼップ名古屋で、今日が仙台ギグス。はい、はい、ゼップ名古屋が、まあ、その箱の関係上をまだ声出しできないということで、両方のね、体験を、させてもらって、ゼップ名古屋の方もね、みんな精一杯ルールを守りながら盛り上がるっていう、なんかそれはそれですごいこうすごかったよね、ルールの中で最大限に上がってるのが 見てわかるから、そう、なんかね、この2年以上培ってきたものがあるなっていう、すごいかっこいいライブをね、シムに見せてもらって、お客さんからもそれを感じて、自分たちもめちゃくちゃ上がったライブでしたね、からの今日仙台ギブス、完成あり、はい、やばかった。出ていった瞬間ね、もうめっちゃ感動したね。泣きそうになっちゃったよね。まーさんがその前説で、うちらが出ていく前に一言言ってくれたりするんだけど、もうそこでもさ、もうお客さんがさ、声出してくれてるのを聞いて、もうめちゃくちゃ嬉しかったし、もうそこで泣きそうだったもん。そうね。とにかく本当に素敵な体験をさせてもらいました、本当にありがとうございます。このツアーに呼んでもらえて本当に嬉しかったです、ありがとうございました。ありがとうございました。シム最高、声っていいよね。最高だよね。またライブ一緒にしましょう。コロナが来てから発売した紙版もやっぱりお前らの歌を
まだ聴いてない曲があるんだよな。お前らの歌があるとこの曲たちのヤバさが100倍ぐらい違うから、それを噛みしめながら思いっきり歌ってください。よろしく。This next song is called The Devil in Your Heart。上げてもいいんすよ。怒られるあれがないんで。多分めっちゃこれで今日あげようかな、この動画を。全国のやつらが羨むぐらい言ってください。いいですか。海外でうちらがやった箱を、はい、うちら1日ソールドだけど、あの人たち2日間ソールドさせて海外だと海外人気の方が暗い。そう、海外で活動が基本だと思ったんです。そうなんですね、うん、よろしくお願いします。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 おはようございます。今日は来るから。はい、5回しか椅子に座ってライブしなかったです、結局。あ、本当。そんな早く立ってたんだ。あ、そうです。お願いだから、ちょっと、この2日間で切らないと。あ、もう、俺、大人になったんで、ステージングの。大人になったんです。もう、分かったんです。アキレス腱を誘った。アキレス腱を切って。お願いします。それでは「ビブヤツアー絶好大阪ベイサイド」1日目始めます。よろしく。ありがとうございます。こっち大丈夫です。はい、行っちゃって大丈夫ですよ。はい、行きます。お願いします。ちょっとわざと持ってくる。よろしく。
やばい、緊張する。初めてやったんですか。初めてやね。2回目だね。やばい、緊張する。どうしよう。昨日お金言うとかな。はい、食わせていました。緊張してね。やばい。うっす、うちかな、うっす。よっしゃー、ちょうど18周年なんつってね、19年目の出発の日っていうことで、いくよ、始動おめでとう。だいぶモッシュは電車みたいに申し訳ないですけど、もちろんもちろん、はい、よろしくお願いします。コメに関しては基本、まあ、バーっていくらでも歌ってもらっていい。あ、ちょっと難しいかもしれない。それくらいですかね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。あとマスクは必ずつけておいてください。その上で大声に関しては今日は制限なしということで、思いっきり歌って叫んで楽しんでいってくれればいいかなと思います。あとはもう特にないです。とにかく楽しんでいこう。よろしく、ありがとうございます。よろしく。すいません、お先。よろしくお願いします。
誰おとぼけビーバーってもう分かんない、誰本当誰大丈夫だよ、シムお金 なくなったからよく分かんないやつを呼んだわけじゃないよ安心してね、みんなシムは金持ってます。声出しはいいよな。どういうところが良かった？声出しはいいよ。どういうところが良かったですか？声出しはいいよね。気持ち悪い。このライトがなんか。そう、ライトが。いつも何で固めてあるんですか？ジェルです。ジェルですか？私ね。え？ジェルの昨日ね、ゴリさんにね、影響されてこれ買った。コンビニとかで。マツキヨ。マツキヨ。いや、今日止めようかな。恥ずかしい。でも全員ゴリスタイル。やり方が違うから。これね。姉貴さんのために。一応顔合わせを念頭しようした方が、念頭しありがとうございます。ダブリヤギです。元サロンキティで働いてます。次いつ来てくれますか？明日でも、明日も出るって言ったけど、朝お前らで夜おとぼけ、はいはい、やらせやらせ、はい、大丈夫です。いいの、はい、ちゃんと言うよ、今日帰る。はい、明日朝一でやります。怖い。シムの権力が至らない場所あるんですか？やらあとは分かんないです。やらあっちが払うって。いやいや、なんで自腹？知ったらアメリカ行ってこうアニメで人気出たの知ったんやけど、進撃の巨人やろ。うちの娘が言う。本当ですか？シムって知っとる。あんまり知らんなって。お父さんのライブハウス来るやん。おーい、では行きまーす。はい、もう一枚行きます。はーい。怖
出ちゃうタイプね。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。この会場で一番暴れてるのは、おどぼけビーバーの吉江です。もう負けてんぞお前ら。びっくりした今。お客さんの声だって。ワンモーワンモーどうでしたどうでした出てまうから制御するやつやもん。それです。サイクロプス。サイクロプスや。捕まった感すごい。すごい。本当にダメみたいです。
また俺らが新潟に来た時は顔見せに来てください。よろしく。